moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。6月18日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CDFM FM 技能版の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。名古屋もね、今日も大雨でしたけども、沖縄の方もね、警報出てるんですね。皆様ね、お気をつけいただきたいと思います。滑り王子マスクマンでございます。はい、本当各地いろんなところで大雨やら崖崩れやらで本当大変でね、新幹線も止まりましたし、沖縄もね、実際に土砂崩れのところがいろいろ SNS に上がってましたけれども、本当にね、最近いろいろなんていうんですね、地球どうなってるんかなって思う味噌煮込みスキーと、いや、大雨確かにですね、沖縄も土砂崩れがあったりとか、こちらもですね、大雨で事故があったりとかありましたけども、私ですね、今日はまあこの大雨ということもあって、本当はですね、出かけようかなと思ったんですけども、まあ、適当な理由つけて行かなかったダンサーズでございます。行かなかったって、また、遊んでたの？人に任せました。あ、ひどいな。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは昭和。今夜のテーマは昭和です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索してください。
検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。ジュン兄さんですね、ツイキャスのコメントですね、はいはいはい、私は名古屋、名古屋人、雨で靴下ビッタンコ。あー、今日はそうでしたよね、うん、王子ね、今日あの車から降りてですね、はい、あの部屋に入るまでですね、はい、その短時間にもう雨に降られて、うん、髪の毛びしょびしょになったんですよ、うん、はい、その後ね、自分のね、あの顔を見たらですね、乾いてる時はちょっとふわっとしてたんですけども、はい、雨に濡れると、はい、あのね、おにぎりのね、あの海苔みたいな感じでペタッてペタッてなってペタッてなってね、はい、どうすることもできませんみたいな、ね、うん、そんな感じになりましたけど、もう今日はそれぐらいひどかったですね、本当に短時間で、うんうん、何秒というぐらいの間で、あのそんな形になりましたんで、はい、うん、やだやだっていう感じでしたよ、本当に。やだやだって、もう、まあそうだったんですけど、うん、ね、あの目と鼻の先の場合だと面倒くさいじゃないですか、うん、でもうバッと走っていこうかなと思ったんですけども、うん、その瞬間にやられましたね、うん、でも本当そうですね、5メートルぐらい歩いたらもう結構びしょびしょになりました、うん、なりましたね、うん、本当ですよ、うん、はい、うん、大変でした、大変でしたね、はい、本当に、ね、朝あんなに降ってて、私長靴履いて行ったんですけど、うん、はい、帰り晴れてて、なんか長靴が恥ずかしくなりましたね。あ、うん、まあ、でも本当、うん、朝長靴あってよかったです、うん、全然靴下濡れませんでしたよ、ね、今日なんか本当に濡れも、うん、ね、靴でもね、あの、うん、本当にビタンコですよ、ビタンコですね、染みちゃって、はい、あのどうすることもできないじゃないですけど、ね、そんな具合でしたから ね、 でね、うん、で、あ、岐阜の9人のバーバーさん、キウナ小屋の皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、岐阜は今朝は雨で肌寒かったですが、昼過ぎから晴天で暑くなりました。週末から雨が続く予報になっていますが、いよいよ梅雨入りでしょうかということです。うん、今週、うん、ね、今週末ぐらいになるのかな、金曜日ぐらいとか、うん、でもずっとなんか雨の感じですね、うん、で、そうですね、うん、で、あの沖縄大好きさん、うん、先週はありがとうございましたということで、こちらこそゲスト出演ありがとうございました、はい、ありがとうございました。王子とっても楽しかったよ、本当に。王子に舐め出しされてましたね、ね、いや、王子をあれだけ、うん、あのズバッと言える大好きさん、うん、ね、いいですね、うん、だからもう、あの、なんでしょうね、うん、滑りナイトに推薦します、うん、ああ、いいですね。だから、かなりのね、あの直球のね、あのキャッチボールができたんじゃないかなと思いますよ、うん、でも、うん、推薦されても本人がそれを受けれるかどうかという、いや、あ、ね、そういうことがございますね、事態っていうのもあるかもしれないですよ、うん、あの疲れちゃうからみたいな、そう、事態もあるかもしれないですよ、だから推薦しますって、だからね、でも今ツイキャスで喜んでてきてますけど、うん、あ、よかったですね、いいですね、あの、うん、体力をつけて、うん、あのかなりあの体力いりますからね、それなりの、でも実は意外と王子の方がダメージを受けるかもしれないですよ。あ、でも、結構王子素ですからね、うん、大丈夫だと思うんですけど、うん、ね、内容が濃くなってくるにつれて、あの王子の言葉数も少なくなるで、FMJG 新一さん、こんばんはということで、昭和先ほどまで南春夫さんの浪曲聞いていました。あのね、南春夫さんだとね、あまり曲よくわからないんですけども、必ずあの歌い出しの前にね、あの、南春夫でございますっていうね、そのフレーズがね、やっぱり残ってますよね、うん、残ってますね、うん、うん、浪曲ですか、おー、うん、おー、最近なかなか浪曲を聴く機会ってなかなかないですよね、ないですね、うん、うん、で、ジュンニーさん、誰も知らない昭和
双葉あきこさん雨のプラットフォームという歌。あ、双葉あきこさんは、うん、わかります。ただ王子ご存知、うん、あの一応顔もこう、うん、パッと今で、ね、あの浮かびましたけども、うん、曲がわからないですね。あ、おうこさんこんばんはということで。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。本当にね、まあ、この今日のテーマのね昭和とね、うん、なるとですね、いっぱいあのお話したいことは あるんですけども、はい、うん、もしかしたらね今日もちょっとねあの放送前にねあのダンサーズとね話をしてましたけども、はい、今ではこの放送コードに引っかかるような、うん、うん、そういうことがございますのでね、ちょっとこう抑え気味にね。ね、みさちゃんね。ああ、そうか、昭和、うん、昭和はね、の頃は言えたことが今では言えない、うん、言えないですね、そういうのありますよね、うんうん、ね、あの思い出しちゃうとパッと言っちゃいそうだからね。でも本当、うん、あの頃にね OK だったものが今はダメっていうことがありますしね、うん、はい、うん、ただあの一つねあの、皆さん多分ねあのご存知だと思うんですけども、はい、ついこの間もねあの、うん、テレビであのドラマでねあの放送されてましたけど、あの、不適切にも程がある、うん、はい、その番組の中でもねあの主人公の方がねあの、うん、よくねちょめちょめって言ってましたけども、はい、うん、それはまあ、 あの私たちの年齢はよくわかるんですけども、うん、で結構若い方そのちょめちょめを理解してらっしゃらない可能性がありますよね。わ、うん、まあ、かるのかな。ちょめちょめって言ったら山城慎吾、ね、そうですね、うん、そうです、 そのイメージです。そうですね、うん、うん、だからね、あの、その言葉自体がねあのご理解されてるのかな、どうなのかな今の若い方はっていうのをね、うん、ちょっと考えちゃいましたけどね。あ、うん、ね、ね、私たち王子たちの年代ならね、うん、すぐ分かるんですけども、うんうん、どうなのかなっていうね。あ、うん、いや大体あれですよ、あの、うん、テレビ番組、うん、夕方やってたじゃないですか、うん、あの言葉の言葉自体もそれだったじゃん。まあそうですね、まあ、今ダンサーズが言ったのはねあの夕焼けにゃんにゃんだと思うんですけども、うんうん、であの今でいうそのアイドルグループですね、うん、おにゃんこクラブっていうね、うん、アイドルの、ね、方々がね番組やって、うん、トンネルズも やってましたね、うん、あの司会でやってましたけど、うんうんうん、そのタイトルが、夕焼けにゃんにゃんというね、うんうん、そのにゃんにゃんという言葉がね、うん、あの王子はドキドキしちゃうんですけど、うんうん、おだまり、普通に聞いたらあ、うん、猫ちゃんかなって思うんでしょうね、うんうん、それをどこまで、ね、あの理解されてるのかなっていうね、うんうん、ね、本当に、ね、考えちゃいましたよ、ね、でひふみさんが、はい、こんばんお久しごっくんちょう、ごっくんちょう、はい、ごっくんちょう、昭和といえばげんちゃりノーヘルに喫煙天国だったなって。あ、ヘルメット昔はいらなかったんですよね、うんうん、そういえばそうですね、うんうん、ヘルメットしてなかったですもんね、うん、でそうだって喫煙天国で思い出しましたけど、はい、ね、職員室タバコ臭かったですよね、うん、そうそう、うんうん、先生がこう教室に入ってくるときタバコの匂いがなんかしたりしてましたよね、うんうん、でね、またちょっとあの先ほどの話に戻るんですけども、その、はい、あのこれもねダンサーズとねあの放送前に話してましたけども、はい、うん、あのドラマの中であの路線バスの中で、はい、あの主人公の方がねあの一番後ろの席であのタバコ吸ってたんですよ。あ、はい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 、でそのイメージがあるんですけども、ただ、ね、王子ねそれ見たことがないもんですから、うん、バスの中でタバコって吸えたのかなっていうのをねダンサーズと話してましたけども、うん、みそちゃんなんかそういう記憶あります？私はねバスというよりはねまあJR というか当時国鉄ですね、うん、あの灰皿ついてましたよね、うんうんうん、その電車の、うん、電車っていうか列車のところのこうボックスでこう4人で一組になるような感じの椅子の配置で、うん、そこの窓の下のところにこうなんか飲み物とかお弁当が置ける台みたいなのがあって、うんうんうん、その下に灰皿ありませんでした？うん、灰皿はあったと思います。ありましたね、うん、そうなんですよ。だから、うん、ってことはもう灰皿があるってことはこうタバコを吸っていいってことじゃないですか、うんうん、ねえ、そんな時代でしたよね。実際吸ってよかったですよ、うん、だってあの新幹線の喫煙車両ありましたし、うん、あ、そうですよ。でも、うん、それって割と最近までありましたよね、ちょっと前まで、うん、で今なんだっけあの喫煙ルームがあって、うんうん、もうそれも今なくなる、今なくなりましたよね。なくなったかな、なくなりましたか、ね、あ、
うん、どんどんそのねタバコ吸う方がねあの肩身が狭くなっちゃいますね。うん、でねあの先ほどのねあのひふみさんがですね、うん、あの昭和といえばゲンチャリノーヘルに、ね、喫煙っていうのね、うん、コメントいただきましたけども、うん、もうその時にねふっとねあのねあの松田優作さんのねあのね、うん、あの探偵物語、はいはいはい、あれを思い出しちゃったんですよね。うん、あの松江さんがね、ゲンチャリ乗って、うん、でタバコ吹かしてでビーンっていくのが、うん、とってもね、あれからベスパだね。うん、そうベスパ。ベスパ。うん、そう。あれをね乗ってるね、うん、あの映像を見るとかっこいいなと思いましたけどね。うん、今それを思い出しちゃいましたよ。カフボーイさんが、はい、猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、カエルもアヒルもガーガーガーって、まあ、あの根の根ですね、あの根の根ですね、うん、これをこう歌えてしまう自分がもう昭和ですよね。昭和です。そうですね、うん、そして、山中智文さん、かっこ税理士、ありがとうございます。スベリー先生、お元気でいらっしゃいますか。こんばんわんぱくでもいい、たくましく育ってほしい。あ、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしいだ、うん、これ CM のあれじゃないで、そうそうそう、ね、でお呼び出ない、許してちょんまげ、ふざけるな。いい表現ですね。あのダンサーズすいません、はいはい、あの今ふざけるなって山中さんの、はい、あのツイキャスのコメントに対しておっしゃってると思いますけれども、はい、あのスポンサーさんでございます。地獄を見るわよ。ちょっと待って待って待って、税士法人ベスタックス様でございます、うん、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ペーターさんがもやっていた職員室、うん、そう、そして、ね、列車に灰皿当たり前、そうそう、うん、で純兄さんも列車も国鉄だと窓際に灰皿、そうそうって、で、うん、高野さんが旅客機にもシートの手置きのところに灰皿ありましたよって、うんうん、ありました。え、うん、そうなんですか、うん、そう、それ知りませんでした。小さい灰皿がありました。え、旅客機って何、飛行機に、うん、飛行機、え、なんでタバコ吸えましたよ。飛行機タバコ吸えるんですか。大昔ですけど、吸えましたよ。え、今なんてそんな火使ったらダメじゃないですか。今なんて何でしたっけ、タバコじゃなくてなんかあのあれ、どうでしょう、今から45年とか、うん、50年ぐらい前は確か吸えたはずですよ、うんうん、で、そうですね、うん、FMJ 自身さんも、うん、飛行機も非常機に灰皿ありましたね、よく利用してましたって、うんうん、これ何年前ぐらいまでですかね。うん、あ、30年前ですか。へえ、そうなんですね。どうじゃね、その記憶がないですね。で、記憶あります。ひふみさんが映画館でもタバコ吸ってたって。あ、映画館は吸えましたね。ああ、そうですね。うん。でも今ね、なかなかその先ほどちょっとね、ミスさんが言いましたけども、うん、その、その紙タバコじゃなくして電子タバコがあって、はい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 、でもっと言うならなんていうのかな、使い捨てのなんかそういうあのタバコみたいなのがあるんですよ。こうプラスチック容器に入ってて、でそれはタバコと言えるのかどうかわからないんですけども、うん、なんかフィルターかなんかですか。いや、あのね、なんかプラスチックの容器にもう使い捨てみたいなんです、うん、でそういったものでこう吸ってらっしゃる、まあ、特に女性なんか多いみたいなんですけども、なんかそういったものがあって、電子タバコとはまた違うんですね。あの当時、いや今現在です。で今そういったものが出てきてて、うん、でそれもタバコの部類に入るのかな、どうなのかな。ただ吸った時の感じがその電子タバコと同じようなその味わいですか、なんかそんなようなのができるみたいのは聞いたことがあるんですけど、ネット広告で見たことあるようなやつかな。でそれもあの、うん、いろいろあって、その電子タバコでもこう燻製みたいになってて、こう、うんうん、なんていうのかな、あのもやっとしてるようなあれじゃなくて、もっとこう、さらっとしてるようなこう空気感っていうんですかね、うんそのうん、煙感っていうんですかね、うん、なんかそういうのが出てきて、こう味を楽しむみたいな感じのもあるみたいなんですね、うんまあ、昔でいうあの水タバコなんですかね、うん、そんなような部類になるのかわからないですけども、うん、なんかそういったものもなんかたくさん今出てるみたいで、あ、そうですか、まあ うん、そういったものはあのその公共の場でね吸っていいのかどうなのかなっていうのはね、うん、ちょっとあの王子もわからないんですけども、うんねまあ、そうなってくると、どこでも吸えるのかなっていうふうにねあの勘違いしちゃいますけど、うんうん、まあ電子タバコでもダメなとこがあるみたいですね、うんうん、ダメですね、飛行機もダメですからね、電子タバコね、
であと、新幹線もダメですし、ねえ、うん、そうなんですよね。あのさ、ね、よく昔聞かなかったですか、野球の選手とかがさ、はい、あれなんていうの、その噛んでとタバコっていうの、ああなんか、ね、なんかありましたよね、なんか、うん、だったかな、なんかありますよね、うん、ガムなのか、僕やったことがないから、それが紙タバコですかね、うん、なんかこう噛んでて、そのタバコの味がするのかな、あれはどうなのかわからないですけど、あれが変わって、今ひまわりの種ですよね。ああ、うん、ほうほう、ひまわりの種、ひまわりの種を噛んでるっていう、あ、はいはい、そうなんですか、でメジャーリーグだと、はいはいはい、僕やってる人いるっていう、あれ成分的なものがあれなのかな、あるのかな、ね、なんかそんな感じでね、いろいろありましたけども、まあ、今は、あ、でペーターさんがね、JAL 全日空が全面禁煙になったのは1999年4月だそうですって。あ、そうでしたか、そうなんですね。あ、でひふみさんが親父のお使いでタバコや酒買いに行かされたよねって、うん、ね、そうですよね、うん、なんか買ってこいとか言って、うん、それとお釣りあげるから買ってきてってなって、うん、っていう風ですよね。だから昔は自販機もそこら中にありましたからね。ありましたよね、うん、まあ、今はね、私のタスポなんで、なんていうの、そのカードをかざさないと買えないとか、でももうコンビニがありますから、うん、まあ、そこでね、買おうと思えば買えちゃうんですよね。あれ今ってお酒の自動販売機ってありますよね、よね、あるにはあると思いますよ。あれどうやって買うんですか。あまり見ないね最近、うん、あ、そうか、ビジネスホテルなんかだと、うん、あるとかありますね。で買えるのかな、前見た時はなんかそれはいらないような気がしたんですけど、ね、うん、買ってないからわからないんですけど、多分買えるんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、ねえ、ほんとペーターさんも今はお使い不可って本当ですよね、うん、うん、じゃあメール、あ、そうですね、はい、メール行きましょう、はい、メール行きましょう、はい、ダンサーズさん、ミトニコミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは、はい、こんばんは、おばあからもらったプライベートジェットです、ありがとうございます。昭和最近の歌番組は曲もあまりわからないので見る機会が減ってしまいました。ケーブルテレビを見ていたら昔の音楽番組トップ10やザ・ベスト10を放送しているチャンネルがあり、つい見てしまいましたが、どの曲も知っている曲ばかりで楽しかったです。昭和歌謡いいですね、最高です、ということです。うん、そうだよね、王子もよくわかりますね、昭和歌謡は ね、 ね、うん、ね、でも最近ね、ラジオでも結構昭和歌謡をたくさん取り上げてくれる番組があるので、うん、それは嬉しいですよね、うん、でまたいい曲多いですよね、いい、うん、なんかね、やっぱり覚えてるんですよね、ずいぶん、うん、昔に歌ったのに昭和歌謡ってなんか覚えてるんですよ、うん、昭和のこの演歌なんていうのはね、小さいながらもね、結構覚えてたんですよね、うん、でどんどんこのね、平成令和になった、なって新しく出た演歌ってのはなかなかね、大人になっても覚えられないですね。まあそれだけテレビ番組もやってないですから、覚える機会がないかわからないですけど、今の曲調が複雑なんですよ、うん、突然の転調があって、うんうんうん、であとリズムも変わったりして、うん、っていうのがあるので、なかなか難しいです、うん、昭和の曲ってその転調がそこまでややこしくなくて、うん、だいたい一定じゃですよね、うん、で A メロ B メロもだいたいね、うん、もうそんなそこまで凝ってはいなかったんですよ、うん、今すごいですもんね、うん、凝りすぎて、うん、そうするとちょっと歌いづらいっていうのがあるかもしれないですね、うんうん、もうなかなか覚えられないです。はい、続いてですね、はい、キューナーの皆さん、こんばんは、岐阜の9人のバーバーです、ありがとうございます、ありがとうございます。今日のテーマ昭和カラオケ、歌謡曲の大好きな私は特に昭和の歌謡曲が大好きです。演歌は苦手ですが、昭和のアイドルは大好きですが、さすがに人前では歌いません。一人でこっそりカラオケボックスに行った時は聖子ちゃんや明菜ちゃんの歌を歌っています、うん、iPhone から送信ということでございます。こちらも昭和歌謡ということで、うん、ねえ、今中森明菜さんが話題になってるじゃないですか、うん、リバイバルのあれ、ね、いつ出てくるかっていう、うん、話がいっぱい出てるじゃないですか、うんうん、いやでも方も歌はね、うん、上手ですから、うん、また出てきてね、歌ってもらいたいなっていうのはありますけどね、うんうん、特にね、もう王子たちの年代だとね、本当に今現在のね、姿を見せてね、欲しいなっていうのはありますけどね、うん、ハーフボーイさんが、ヒープさんがよく言ってるけど、今の曲は言葉が多すぎる、詰め込みすぎるから歌いにくいんじゃないかなって言ってるねってことで、確かにまさにその通りですよね、うん、
で高本さんも字余り曲が多すぎますねって。あ、そうです。でフェミテジ新一さんが今20代の皆さんにも昭和歌謡が好きな人増えてるみたいですねっていうことで、うん、そうなんですよね。若い世代の方がその当時に歌っていないんですけれども昭和歌謡が好きっていう方結構いらっしゃいますよね、うんうん、あれがそうじゃない、シティポップがそうじゃないですか。あ、そうですよね、うんうんうん、その時代リアルタイムじゃないけれど、うん、今シティポップが、うん、新鮮っていうね、うん、そんな感じですよね、うん、ではではメールいきますね、はい。ジェニガタケイブさんです。ありがとうございます。本日のテーマ昭和といえば今の時代とは違いあの頃のテレビ番組は本当に永久保存版に匹敵する内容が多かったですね。音楽番組は生放送生演奏でザ・ベスト10、ザ・トップ10、夜のヒットスタジオなどありましたね。ああ、やっぱりね昭和の歌謡というかね、うん、歌番組ですよね。そしてドラマ映画なのであげれば多いので私の中で印象に残っている作品をあげればスクールウォーズ、うんうん、で時をかける少女なのですかね、うん、っていうことで、うんうんうん、でその他ジャンルなら伝説の番組となり高校生クイズの原点にもなったアメリカ横断ウルトラクイズといったところでしょうか、うん、今となっては懐かしいでもありますしもう一度昭和の時代に戻りたいですね。カムバック昭和ということで、うんうん、そうだよ ね、 ね、 えねえアメリカ横断ウルトラクイズ面白いもんね。ねえ、見てましたよ本当に、うん、ねえ、もう私はずっとね、お口に置いてかれる人たちどうすって帰るんだろうって心配で、うん、そっちを心配で心配でしょうがなかったんですけど ね、うん、ね、あの番組見るとね、うん、ニューヨーク行きたくなっちゃうもん ね、 ね、でもニューヨークに行けるのはね、うん、やっぱり最後のね、あれ3名か4名ぐらいでした本当に、ね、最後の最後何人でしたっけ、うんね、うん、途中でハワイに寄るんですよ、うんうん、でハワイで機内で問題を解いて、あー、見ましたね、で解いてそれで、うん、残れる方が決まってて、うん、でハワイに降りれれば、うん、通過するんですけど、うん、降りれない人もいるんですよ、あ、まあ、そのままそのまま飛行機に乗って帰ってっちゃうなんかゲートみたいなのがあってなんか霊をかけられるかなんかでしたね、降りてたら霊をかけられる、うん、そう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 、で降りようとした時にブーってなって機内に戻されるね、あれやっぱり上陸できないんですかね、できなくて戻ってっちゃう、うん、本当に戻ってってるのかな、演出なのかな、ね、せっかくパスポート取ったのにねっていう、ね、すごいですよね、うん、考えてみれば、ね、うん、でもそんな形って取れるんですね、そのまた日本に戻る飛行機なんですかね、戻るんですかね、あれ、ね、チャーターなのかな、でも、ね、チャーターだったらすごいですよね、すごいですね、お金かかってますね、うんうん、はい、ね、はい、ほんとすごい番組でしたけど、うん、でもそれだけ人気ありましたよね、はい、うん、そうですね、うん、ありましたね、うん、はい、続いてですね、はい、ヤンポーさんからです、はい、はい、ダンサーさん、ミソさん、他一名、他一名っていうのはやっぱり他一名だって、他一名っていうのは誰のこと、うん、やっぱり王子かな、うん、こんばんは、して、昭和といえば俺は海洋博公園と同じ昭和50年生まれです、うん、今はないアクアポリスなんて今の若い人は知らないでしょうね、滑り王子はアクアポリスは知っていますよねって言われたんですけども、うん、王子存じ上げません。アクアポリスってなんかあそこの公園の中に何かあった施設だと思ったんですけど違いますかね、かなと思いましたけどね、うん、ええ、ねえ、なんかありましたよね、うん、って別に私がリアルで見たわけではないんですけれども、うん、なんかそういう設備というか施設というかあったような気がします、うんうん、ちょっと王子は存じ上げないんですけども、うん、まあ、最後にですねヤンポーさんからですね、うん、ギャラクシースマートフォンから送信ということでございますそこ強調するのというございます、いや、それ別にヤンポーさん呼んでほしい、やっぱそれは大事かなと思ってじゃないかなと思うんですけども、うん、ね、アクアポリスは分からなかったんですけども、ね、ちゃんとFMG新一さんがアメリカオーダーウルトラクイズの第5回くらいで女性が初優勝して、うん、セスナキキット自分で組み立てるお商品でもらってたの覚えてます、え、セスナキキットって自分で組み立てるってどういうこと、そんなプラモデルみたいに組み立てるってこと、それも飛行機を、飛行機乗れる、それを商品でもらったって、え、すごい、これなんですか、飛行士のライセンスがないと
もらっても乗れないですよね。キットだからプラモデルと同じなんです。組み立てるのは組み立てるでだけ乗ることはできないのかな。でもいやそれは、ね、操縦するのはだって免許ないとダメですよね。そうですよね。どうするんだろう。どうするんでしょうね。すごい気になります ね、 ね、うん、ね、それもすごいあれですね、アイデアでね、うん、もらったはいいけどどうしたらいいのっていうね。あ、でカポーさんが先ほど言ってたあれ、海の上に浮かぶ水上都市っていうコンセプトで作ったんじゃなかったかなって。ああやっぱりそうですね、なんかありましたよね。で台湾かどこかにさばき寄った気がする。さばきそうなの。そうなんですか。でもそれはどこかでにこう再利用されてるってことなんですかね。でジュンニーさんがね、うん、ユリゲラーって言ってましたけど、ユリゲラー、ユリゲラーね、ねえ、スプーン曲げちゃうようですよ。あの人の歯の裏に磁石近づけてたんですよね。あ、そうなの。そうだよ。なんか物が動くとか言って、うんうん、顔を近づけたら動くっていうのは歯の裏に磁石近づけて、磁石をくっつけてた。あ、そうなんですか。そんな話を聞いたことない。なんかそういえばユリゲラーさんでもやしけど、同じような感じでマリックさんもいらっしゃいましたね。うん、マリックさんは、マリックはだって岐阜出身じゃないですか。出身、岐阜ですね。岐阜じゃないですか。うん、岐阜ですね。で、名古屋市水戸区ですか、パロマに勤めてたって、ね、元パロマ社員です。ちょっと、うん、すごい、すごいですね。なんか、うん、急に親近感湧きますね。岐阜出、岐阜ですよ。だからまだこのあれだ、ね、名古屋が誇る、うん、場所にお勤めで、あのマリックも、もう昔からこう挑発だったじゃないですか、こう耳が隠れてるようなね、うんうん、あれはあのワイヤレスマイクをね、耳に仕込んでたっていうね、うんうん、それは見えないようにっていうことで、うん、髪の毛長くしてらっしゃったってことですか、うん、そう、それはしてたみたいですけど、なんか聞いたの、他に聞いたのはお休みの日、うん、日曜日なんかは、うん、家でずっとネタを仕込んでたっていう、うんうん、なんか自作のネタを作ってた、うんうん、あでもそういう努力をね、うん、なさってたってこと。休みはネタを仕込んでるっていう、はいはい、あじゃあ忙しかったですね、うん、お仕事もされてる、ね、話聞いたことあります。で、山中さんが川口博士探検隊が近くの公園で撮影してました、かっこネタバレってあれもすごかったよね、うんうん、なんか未確認生物かなんかを探す。いやでも私本当にあれ大好きで、うん、なんか洞窟のシリーズとか、うん、すごいもうワクワクしながら見てました、うん、あれもね面白かったですよ、うん、王子も好きでした ね、 なんかもうね洞窟最後ずっと進んでって、うん、最後どうなるのかなってすごいずっと何時間もワクワクして見てたのに行き止まりだったんですよ。そうでしょ、うん、結構あんまりオチがなかったんですよね。なんか本当にカモン達夫の歌みたいですもん ね、うん、ねやってることが、うん、本当ね、うん、ピカピカの人骨じゃないですけどね、うん、そうなんです、ね、でもなんかでもロマンありましたけどね、すごい真剣になって見てましたよ、うん、懐かしいですけれどもね、ジュニーさんがネットの怖さよりテレビのオカルト写真がトラウマレベルって、あそういえば、うん、心霊写真とかって昔、うんよくね、なんか3時ぐらいの時間にお昼と、うん、ね、こう夏休みの間とかによくやってました、ありましたよね、うん、特に夏になるとやってましたよ ね、 ね、うん、であれ夏休みだから見ちゃうんですよね、うんうん、子供たちが、で近所の子がそれ大好きなんですけど、その番組が、うん、その夏休み特集されるんですけど、うん、それを心霊写真を見るんですけど、でも自分一人で見るのは怖いんで、うん、必ずその友達が私のうちにやってきて一緒に見ようって言うんですよ、うん、一緒に見ようやっぱり怖い怖いもの見た人じゃないんですけど、うん、その心霊特集のやつ見たいけれど、うん、やっぱり一人で見ると怖くなってくるから、うん、こう一緒に見ようっていう感じで一緒に見てました、うんうん、まあ、ありますよ ね、 ね、うん、まああれはですね、撮ろうと思って撮るわけではないけど映っちゃってるって場合が、ね、うん、ありますんでね、うんうん、そうで、ひふみさんがユリゲラーが出るならノストラダムスも忘れずにということで、うん、そういえば、まあね、大予言はどうなったんでしたっけ、うん、ね、大予言ありますよ ね、 ね、もう過ぎちゃった知らないうちにどこまで、ね、あれなのかな、ね、予言してるのかな、うん、ですね、うん、で、あ、そうそう、エフェミジェジシンさん、アクアポリスは最後に行ったのが25歳、すごい建築物でした、ぜひ検索してくださいって。おだから今そのアクアポリスは台湾にあるのかな、どこにあるんですか ね、 ねちょっと検索しないとですね、回り回ってどっか違うとこ行ってる可能性がありますけどね、はい、ということでじゃあ CM 行きましょうか、うん、はい、はい、CM の後は名古屋は栄養コーナーです。はい、
名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションなごみは、客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート。安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです、はい。昭和といえばですね、うん、名古屋には昭和区っていうのがあるんですよね。そうなんですよ、うん、昭和区、うん、ありますね、うん、で実は今、はい、朝のドラマって、うん、こう鶴間公園でしたっけ、そうです、ね、撮影されてるんですけど、うん、実はあれ昭和区なんですよ、うんうん、ね、何だっけ、朝の連ドラですね。はい、今そこで撮影されてるっていう。もう今終わってるかもしれないんですけども、はいはい、うん、ちょうどあの噴水があるんですよ。うん、ありますね。で、うん、建物があって噴水があるんですけど、うん、あれが鶴間公園、はい、で撮影されてます、うんうんうん。もうちょっと早く分かってればな、王子も。いやいや、結構出てますよ。あのね、それが分かってるのはちょっと王子もね、あのエキストラとしてね、うん、何も言わずにスーッと後ろ通っていきたいなと思ってお黙り、ただ邪魔する人じゃないですか。邪魔ではないですよ。エキストラじゃない。エキストラのフリをしてですね、フリ、うん、フリをして、うん、まあ、あそこら辺でもね、にぎわっている場合がございますんで、うんうん、そういったところにちょっと顔を出すみたいなね、うん、したかったなと思いましたけどもね、うんうん、ちょっとその情報がね、王子分かってなかったもんですからね、うん、あとはあれですね、名古屋市にある天白区っていうところがあるんですけども、はい、昔は昭和区だったんです。え、どういうこと？うん、天白、うん、要はですね、昭和区、うん、広かったんですよ、うんうん、そこが分かれて、はいはい、天白区という行政区ができたんですよ、うんうんうん、あ、じゃあ昭和区ちっちゃくなっちゃったってこと？そうなんです、うんうん、だから一部がもう天白区になってる、うんうん、なるほど、うん、そういう風なんですよ。なのでどうでしょう、今の天白区はもう本当に、今でも地名が残ってるところは、昔はの昭和区天白町とか、あ、そういう名前だったんですよ。そうか、そう考えてみると今の天白区と一緒ってことは、うん、すごく広かったんですね、昭和区が。広かったです、うん、そうなんですよ。だからまだ天白区は若い方だったですね、うんうんうん、なるほど、そうなんですね。で、先ほど言ってた鶴間公園なんですけれども、はい、うん、非常にね、まあ、その噴水も歴史あるんですけれども、うん、まあ、その他にもね、今の季節はバラもとても綺麗で、うんうん、ちょっと前まですごい満開だったんですけれどね、うん、やっぱりあそこは桜も有名ですね、うん、あ、桜もね、うん、お花見スポットとしてはね、やってますね、そうですよね、ね、なんていうの、ピクニック型じゃないですけど、うん、まあ、宴会やられる方もね、うん、いらっしゃいますしね、うんうん、あ、そうですね、ジュニーさん、うん、おかしいですね、
伊高村が竹作に入って明徳にっていう、明徳もそうなんですよ。おうおうおう、そうなんですよ、あの昔は竹作だったんですよ。あとあのね、五基礎、五基礎ね、うんうん、これねやっぱり読めない方多いかなと、うんうん、まあ、近これ、うん、難読地名ですよね、うんうん、これね、音っていう字ね、なんていうの、で、あの木も器の木ですからね。で実はですね、ところで実は五基礎、この小学の五基礎というのは昔は畑がいっぱいでして、うん、はい、うん、大根がよく取れてたんですよ、うん、そうなんですか、うん、そうなんですよ、うんうん、で大根がよく取れてたこともあって、もう本当に取れて取れて取れまくってたので、うん、漬物屋さんが多かったんです。うん、ああ、なるほど、うん、大根いっぱい取れるので漬物にして保存が保存が効くので、うん、保存の効くものだと売りやすいですよね、うんうん、だからそういう風で、はいはい、大根がすごい取れてた、うん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 、なるほど、ね、もう 今では考えられないですね、うん、もう今 とても畑のスペースもほとんどないですしね、うん、もうやっぱり緑といえばそういった公園ですとかね、ほんとそういうところしかないですよね、ほ、ね、うんと街の中って感じになってますもんね、うんうんうん、そうなんですね。はい、ということでね、はい、名古屋は栄養コーナー昭和のお話でした。はい、はい、メールご紹介します、はい、ラジオネームみなこさんからです、はい、ありがとうございま す, います、お三人さんこんばんは。こんばんは、昭和のテレビ番組のバラエティは面白かったですね、女性アイドルの水泳大会ではダンプ松本が騎馬戦で帽子は取らないで AV 女優のビキニの上の方を取り笑顔で振り回したりジャニーズの運動会スタードッキリでは、寝起きなどありましたよね。平成に入りバラエティも面白くないし歌番組も減ったから最近は曲はわからないです。純恋歌といえば、長渕剛か湘南の風で年代がわかるみたいね。あ、なるほど、うん、LINE ニュースのスクショ、あ、これで違いますね、話は変わり、うん、名古屋を含め全国数カ所で井村屋の小豆バーの無料配布があるみたいね。あ、そうですか、うん、そうなんですか、LINE ニュースの、スクショを、添付しますね。さすが小豆バー工場の社長、太っ腹でも沖縄でもしてほしいなということでございます。これはですね、小豆バーね、井村屋さんがですね、6月28日から6月の30日の期間、1万5000本の小豆バーを無料配布するということですね。これはですね、東京、名古屋、大阪、三重の全国4会場で開催する、まあ、三重はね、もちろん井村屋さんの、ね、本拠地でございますからね、うん、そうなんですよ、うん、でこの三重会場だけは6月29日のみということで、あとはですね28、29、30、3日間、東京、名古屋、大阪で、配るということなもんですから、うん、またこれもですね、検索していただければ出てくると思います。そうだ、本当沖縄でもねやってほしいですよね、うん、皆さん食べると思います。いや、小豆は好きな方結構いらっしゃいますよ、うんうん、ねえ、実際売ってるの見てますけどね。ねえ、そうなんですね。でも井村屋さんすごいんですよ、本当にあの小豆バーだけじゃなくて小豆の豆から研究してますし、はいはい、ね、あのそのアイスクリームだけ、あなた小豆バーのそのアイスクリームだけじゃなくて、うん、本当にあんこに特化してますからね、うん、ただね、あれは硬さはですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんがねガブリとやると差し歯が取れるっていう、それぐらい、うん、カチカチになってますね。硬いですよね、うん、でもあれね、ずっと舐めてるとずっと溶けていきますので、うん、王者好きですね、とっても美味しいですので、うんうん、はい、ありがとうございま す,、うん、います。はい、うどん県大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私の地元高松には昭和町でいいのかな、駅があります、うんうん、これ
高徳線、高徳線っていうんですか、高徳線ですか、ちょっと地名が、あれ読み方わからなくて申し訳ないです。高松駅の次です。駅の周辺にはスーパーマーケットや図書館などがありますということで、うん、ね、ここにも昭和の地名がありましたね、うんうん、結構探すといろいろあるでしょうね。そうでしょうね。ね、うん、全国の、ね、うん、昭和の地名探すいろいろ出てきて面白いかも、ね、うん、たくさんあると思いますよ。ね、うん、きっとありますよね。うん、はい、はい。ありがとうございます。今ふっと思いましたけども、うん、なんか昭和村ってありましたよね。あ、昭和村、そうテーマパークになってるというよりは、うん、こうなんか昭和のあれなんですか、昭和のいろんなその時代に使ってたものなんかを、うん、展示したりような、うん、そんな施設じゃなかったですかね。なんか日本昭和村ってあるはずですけど、一応愛知県の中で多分あると思うんですけども、うんうん、そんな大々的にはねあんまり宣伝されてないのかな。昔使ってたこう電化製品とかですね、うん、冷蔵庫とか洗濯機も昔の古いもの、うん、なんか展示してある。今ねなんかそういうところ本当に増えましたよ、うん、昭和レトロ博物館的なところですよね、うんうん、たくさんありますよね、うん、すごい行ってみたいですけど。昭和レトロといえばあれですよ、うん、昭和レトロの頃あった、うん、昭和の頃にあった自動販売機、はい、はい、が集まってる場所、うんうん、がありますね、はいはい、確か岐阜の方にあったと思うんですけど、うん、よく昔そうなんかレトロ自販機ですよね、うん、カレーライスとかさ、カップヌードルのやつとか、うん、そうそうそう、あときつねうどんとかね出てくるような、ね、ハンバーガーとかね、あります、そう、うん、ありましたけどね、うん、ほら昔はほらサービスエリアもこんな遅くまで営業したりとか、うん、そういう大きいレストランとかがなかったので、ドライブインですよね、いわゆるあれのうどんとかそばが好きだったんですよ、うんうん、あれ30秒1分1分ぐらいだったかな、うん、1分ぐらいで出てくるんですけど、うん、中であれあれなんだ麺を湯がいてるんですよね、うんうん、あれ俺好きだった、ね、なんか、うん、王子も好きでしたよ、うんうん、ね、でもあれ高くて買ってもらえませんでした昔、300円ぐらいだったかな、結構高価ですよ、うんうん、あれ当時の300円って全然違いますからね、うんはい、もう全然ああいうの買ってもらえなくていいなって思って、うんそうありましたね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、静岡からこんばんは、シュープリームです。あ、ら静岡から、そう、静岡なんですね、うん、はい、半年ぶりに関西を離れ、今週末ぐらいには自宅に帰る予定です、うん、なんか今ね、いろいろ撮影されて全国歩いてらっしゃいますから ね、うん、すね、はい、すごいですね。ナウでヤングなワイは平成生まれ白米育ちですが何かああはい、そんなことを言ってるやつはやっぱり昭和生まれやろってバレてしまった。あら、ということは本当は昭和生まれ、本当は昭和生まれじゃないですか、ね、じゃあ、コナンといえば名探偵ではなく未来少年が脳裏に浮かぶ時点で天然物の昭和さんです、はあ、だよね、はい、だよねあ、うん、そうか、うん、コナンといえば、うん、未来少年コナン、なるほど、ね、そこでまた年代が、そう、それが分かる人っていうのはね、あの昭和の人ですね、うんうん、ああもうそこで分かれる、ね、あれですね、さっきのあの純恋歌が湘南の風か長渕剛かの違いですね、うんうんうん、あの王子はもうあのすぐ長渕剛に来ました、ね、好きです好きです、そうですね、はい、そうなんです、ね、うん、ちなみに王子の青春時代、こう性の性が違いますね。青春時代何、うん、青春の性立身弁の方、うん、どういう性なんですか、立身弁、ね、の方です ね、 ですね、じゃあこ れ、うん、これですか、うん、そっちの方ですね、そっちの方ですかね、青春時代は昭和名物、水着だらけの大運動会が盛んだったって本当ですか、はい、その通りでございますドキってやつですね、あのね、うん、でもなんていうの、そんなドキドキしてるような感じで見てませんでしたよ、うん、まあ見えるのが当たり前のような感じでしたから、うん、もうあれポロリやりですか、ポロリはね、うん、でちゃんとポロリがこう映った後に河合奈保子さんたちがすぐその横で歌を歌ってたっていうね、うん、ああ、うん、そういうお決まりの、ね、うん、だいたいそのパターンですね、うん、すぐ曲に入ってたっていう、しかもポロリする方って決められてるって話ですか、うん、決められてる、うん、決まってる、うん、
うん、やっぱりそちらの、プロの方でしょうね。ああ、うん、なるほど、うん、この先ほどのね、不適切にもほどがあるのもありましたけど、うん、はい、あの中にも地上波でおっぱいが見れないって言ってましたから、うん、本当にね今そうですもん、うん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 、だからね、昔昼間でも結構ね、うんうん、ドラマの再放送なんかでもね、普通に出てましたから、うんうん、ね、今は本当にこの規制が厳しくなったっていうかね、うん、男子中学生の方々かわいそうっていう、そんな感じになってますね。大体あれですよ、昔のテレビ番組のウィークエンダーなんか出してましたからね、うん、もう出してるところ詐欺じゃないですね、出してるところじゃなかったですもん、ね、うん、かなり際どいあれでしたよ、うん、再現フィルムがありましたから、あ、これ再現するのと思いました、うんうん、本当にありましたよ、ええ、またそういうのをお父さんが喜んで見てたりとかするんですよね。でもね、ああいう時のこう親でもね、なかなかこうね、小学生中学生の方がね、子供が見てても変な子に注意できないみたいですね、あ、逆に、うんうん、その流れでもうずっとね黙って見てるっていう、ね、なんかね、こうそういう時ってこう家族でこう何とも言えない空気になりませんでした。子供心に自分もどうリアクションしていいのか悩むとか、うん、ね、変な風に席を外すのもねおかしいでしょ。なんか、うん、お父さんもお母さんも自分もなんかこう妙に黙ってしまって、なんか変な空気が流れるんですよね、うん、まあまあ一応黙りますよね、うんうん、まだ変なこと言えないと思うんじゃないですか、うんうん、あ、そうそう、カッポイさんが2時間ドラマのミステリー系のやつで温泉シーンが絶対あったってあるある、うん、ありますよね、うん、ねえ、高保さんがジャジャマルピッコロポロリということで、そのポロリじゃないですね、うん、これもね、おだまり、王者よくわかりますね、うん、おだまり、ね、あ、そう、高保さんが大磯ロングビーチねって、あ、そう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 、うん、そこでやってましたね、やってましたね、やってましたね、そう、はあ、ねえ、あ、そうそう、で沖縄大使さんが未来少年コナンに反応してます。うん、うん、この文字ね、うん、未来少年コナンはあんまり見てなかったんですよね、うん、ただその名前とかね、その漫画は分かるんですけど、うんうん、番組としてはあんまり見てなかったですね。そうそう、カンボイさんが瓶のジュースのドアを開けて引っこ抜くやつ好きだったなって、あ、はいはいはい、あったあった、うんうん、ありましたね、王冠をね、そうそうそう、王冠ですよね、うん、下に落ちるやつね、さすがここがちょっとね、カーポイさん、ドクターペッパーだけ同じ値段で大きかったから、いつもドクターペッパー飲んでたっていうことで、そう、ドクターペッパーはね、さすがにね、うん、この沖縄ならではっていうところはありますよね、うんうん、こちらであったのはね、コーラとか、コーラですもんね、ファンタとか、うん、ミリンダとか、うん、ミリンダですね、ミリンダいいですね、うん、ちょっと新しめでスコールっていうのもありますよね、うん、はい、もう今最近ないみたいですけど、メロンイエローってあったじゃないですか、はい、それは今ないですよね。 あれもありましたよ、プラッシー、ああ、プラッシーもありました、ね、メロンイエロー今リバイバルじゃないですか、リバイバルであるんですよ、あ、そうですか、うん、あまりお店で見たことがないもんですから、うんうんうん、もうやっぱりなくなったんかなと思いましたけど、でも昭和ドリンクといえば私はつぶつぶオレンジですね、うん、つぶつぶオレンジね、缶の、はい、うん、あれ美味しいですね、ハゴロブフーズが出してた、ハゴロブフーズが出してましたよやっぱりつぶつぶオレンジですね。あ、で高本さんがマウンテンデューもありましたよって。マウンテンデューありましたね。うん、ありましたね。チェリオがやってたから、ね。あ、チェリオね。チェリオは今でも、うん、だね、だね、ありますもんね。ね、いやもうこのドリンクの話したらまたね、どんどん止まらなくなりますよね。そうですね、もう本当にカルピスのね、お歳暮中元のカルピスですとかね。はいはいはい、僕なんか高校の時のファンタのフルーツパンチが出ましたけどね。あ、なんか、いや、なんかあれすごい新しい感じしましたよね、うんうん、なんかね、時ね、うん、今、うんうん、言われて思い出しましたね、フルーツパンチすごかった、あ、なんかそんなありますかね、うん、衝撃的でしたもん ね、 ね、ちょっと新しいかな、うん、みたいな、はい、ね、ということで、はい、エンディングでございます、はい、うん、来週のテーマは楽器、来週のテーマは楽器です。得意な楽器は三線、男の得意な楽器はカスタネットなどなど、滑らない楽器エピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は
税理士法人ベスタックス。経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。グランレーダさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢や、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。MJ 自身さんが個人的にはハイシーサンフィル、ありましたね、懐かしいですね、懐かしいです。はい、ということでありがとうございました。閉店ガランガラン。今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。いやーもう昭和の話になると止まらないですけど、うんうん、まあすね、最後はなんか昭和ドリンクの話になりましたけども、うん、でも ね、あのまだまだ、うん、そう止まらないですよね。止まらないですよね、うん、もうハイシーサンフィルとか聞いたらもうおおって思いましたもの、うんうん、やっぱり昭和の話は尽きないですよ。尽きないです ね、 ですね、うん、まだまだなんか第2弾、うん、第3弾やりたいですね、うん、第2弾あってもいいんじゃないですか。あってもいいんじゃないですかね、うん、全然あの喋り足りないですから。足りないです、足りないです、うんうん、いっぱいいろんなことで喋ろうかなと思ったんですけど、そしてあの今日ねノーカードということでイエローカードもレッドカードも出ませんでしたよ。あ、今日やっぱりあれですから、 テーマが、ね、テーマが昭和だったからかな。まあまあまあ、あでもポロリってちょっと怪しいかなって。いやでもポロリでしたね、っていうかもう皆さんそれはもうご存知だからね、うん、ということで今日はノーカードでよかった。はい、また来週です。ありがとうございます。